はい。皆さん、こんにちは。渡辺くるぴーじです。では、今回は、信長の予防第一パープキット、徳川家康編、長久、続きをプレイしていきたいと思います。前回ですね、畿内の進出経路確保のために、伊勢湾を渡って紀伊半島に上陸。ここから、一気に、六角を討伐しようと戦っていたところですね、畠山が、突如挙兵。攻撃を仕掛けてきたので反転してこれを滅ぼしています。今回その続きになります。まずはですね、雑賀。ここを取って、宿敵、本願寺、この喉元に刃を突きつけられるようなね、ポジショニングしていきたいと思っています。では早速続きをプレイしていきましょう。では、雑賀城。鈴木に攻撃を仕掛けていきたいと思います。まあ、ただこの場合ですね、まあ、本願寺はもちろんなんですが、この鈴木にね、組みする、そういう勢力も多数あるので、畿内一円を巻き込んだ大対戦になりそうかなと思います。いや、先に、六角を倒しましょう。方針転換します。まあ、ちょっと危険を感じたので、六角討伐、これを先に行いましょう。三河武士の誇り、見せるは今ぞ。和睦をしていたところではありますけどね。わしが力になろう。信玄信長はこちらに味方してくれるという情勢です。まあ、六角の勢力というものをね、少しずつ削っていきたいので、進軍ルートはよくよく考えましょう。どこを叩くかというところになりますけど、亀山城はね、防御力高いんですよね。観音寺城が、まあ B、城の総合評価ですね。E が上野城が A。まあ、セオリー通りで行くのであれば、観音寺城を先に通過する方が良さそうですが、兵力があるうちに伊賀上野城を倒すというのもありですよね。兵力があるうちに伊賀上野城。いや、亀山城から行きましょう。セオリー通りですね。皆の者、続け！開城してくれるのであれば、一番開城してもらうのもありがたいかな。まあ、いずれにしても、六角の三つの城、これ取っていきます。では、まずは、予定通り亀山城を取り囲みましたので、亀山城から攻撃していきます。包囲戦展開します。さあ、亀山城ですが、すでに敵の兵糧尽きていますが、味方の兵糧も尽きかけているという状況ですね。残り2日間で落とせます。亀山城、落としてます。一旦兵を引いて、収穫を待って残りの六角の城2つ攻略していきます。では、続いて伊賀上野城を取り囲んでます。ここも撃破していきましょう。まあ、特に苦戦することはないかなと思います。はい。伊賀上野城も、亀山城と同じく、兵糧で敵を下しています。残る六角の城一つ。ここも取って、三区木六角を滅ぼしてしまいましょう。さあ、では観音寺城。まあ、後の安土城ですね。ここに到着しましたので、早速兵糧攻めでいきましょう、ここも。三つの城すべて兵糧で落とすという形になりますけど、兵糧攻めでいきます。さあ、この観音寺城も、このまま落城させることができそうですね。これで、六角を滅ぼすことができました。まあ、全ての武将は雇い入れましょう。蒲生氏郷いるな。これ大きいですよね。相当強い武将なので蒲生氏郷、まあ、バランスもすごくいいですよね。統率武勇の96-97はもとより知略が89、内政が94、外政も87。これはもう重鎮に育てましょう。まあ、ただ蒲生氏郷は大の家康嫌いだったとも言われている武将なので、相性がちょっと気になりますけどね。
では次の目標を決めていきたいんですけども、どうしても今攻め込みたいのが石山五郎、ここにいる本願寺、これを一掃したいので、順序としてはまずやはり雑賀、ここを下していきましょう。ちなみに筒井純慶とは今のところ年頃にうまくやってますので、こことはね、ことを構えずに進められたらいいかなというふうに思っています。ではここで一旦ですね、勢力図確認しておきましょう。今や最大勢力となりつつあるのが、まあ家康なんですけども、同じく最大勢力となりつつあるのが、西、西国は毛利、東、関東は北条といったところですね。信長に関しては少し、勢力を伸ばしあぐねているという状態。信玄も同様です。ここで一気に畿内から三好一派を排除していきたいので、その足がかりとしてまずはですね、西賀城、ここの攻略を行っていきたいと思います。で、三好本願寺を畿内から排除して、まずはね、一向一揆の先導をやめさせたいというふうに思います。では、西賀に宣戦布告です。これでもう事実上、三好とも戦うということになると思います。では、西賀城に向けて出撃していきましょう。忠勝率いる1万3000の軍勢ですね。これでなんとかね、踏みつぶしていきたいところですよね。場外決戦に持ち込めれば一番良かったんですけども、田中義政が細川に寝返った。一応ね、対面で大宴会等を発動しておいたんですが、その回虚しく裏切り者が出たようですね。まあ、大宴会もう一度発動しておきまーす。武将の裏切りはこれ以上出したくないですからね。信玄が長野と戦を始めたようです。ここはもちろん信玄に味方しておきましょう。風林火山、この後は畿内を蹂躙するには兵力、それとそれを支えるだけの十分な兵糧必要になってきますからね、まあ、武田の支援は必要になってくるということで、全ての合戦において武田に味方しておきましょう。ここは鈴木も出てきたな。これで決戦できる。足軽精錬使ってきましたが、それでも場外決戦になる方が嬉しいな。ただ戦場が狭いということか。であればこちらで指揮を取りましょう。敗れるわけにはいかないですからね、この戦い。さあ、敵の数ですが、4500、味方が6000というところで、まあ兵力では上回っていますが、まあ誤差の範囲という程度かなと思います。敵ですが、二段構えの編成になってますね。なので、できるだけ早く敵の前衛部隊、これを撃破していくというのが良さそうです。本陣切り込み、これね、よく対応している僕の好きな内容ですね。では、作戦です。今回敵の方が先に陣を張っていたので、軍技力があまりないので、まあ、戦場となるであろう場所に、軍太鼓、これ2つ設置して終わりです。この周辺に味方部隊を集結させて、ここで一気に決着をつけようという作戦ですね。忠勝はですね、兵力が少ないので、まあ、あまり前には出さずに頑張ります。忠勝がやられるようなことがあると、大問題になりますからね。さすがに、西側、鉄砲隊で固めてるな。接近して一気に決着つけないと、分が悪くなりそうですね。突撃していきましょうか。さあ、では、ここで敵の本陣の場所を確認しましたね。一気に、本陣切り込み使っていきましょう。敵の本陣、ここにあります。一気に決着をつけていきます。ここは守るのだ。これほどとは。
ちょっと苦戦してきてる。思ったより敵が強いな。さあ、味方をちょっと敵の本陣に集中させましょう。このまま行くと、ちょっと壊滅するリスクが出てきているので。ん、ちょっとここはまずったな。強かったな。なんとか捕まえたいですよね、敵の本陣を。まあ、最後は忠勝に投入しましょう。忠勝が165人、そして鈴木が79人という戦いになりましたね。なんとかこれね、一撃浴びせれば倒せなくもない相手かなと思うので、なんとか一撃を与えてもらいたいところですよね。よし、壊滅させた。なんともしょぼっちい戦いになりましたけど、なんとか撃退できましたね。最後、忠勝の本陣、これを守る62人だけでした。とはいえだ、味方兵力273人しかいないのか、残ってるのは。これは勝ったとは言えないな。これすぐに追加の兵出しましょう。さあ、鈴木から、雑賀城から使者ですね。和睦、金銭91,200を譲渡するので和睦したいという話ですが、ここは拒否します。今、家康の本体1万が雑賀城に向かっているので、まあ、二段構えの戦いということで消耗戦にはなってしまいますけども、確実に雑賀城を落とせる見込み立っているので、無理してでも、ここは、雑賀を取るというのを優先していきましょう。さあ、再び鈴木が兵を整えて出陣していきましたね。総兵力数、敵2600、家康1万。ここは確実に勝てるでしょう。まあ、とはいえ、先ほどの瀕死の戦いというのもありましたので、まあ、慎重な上にも慎重に戦っていきたいと思います。今回も家康の本体は数が少ないので、あまり前には出ずですね、その他の部隊で決戦を図っていきたいと思います。まあ、同じ作戦にはなってしまいますが、本陣切り込みに軍施設、これをつけて、一気に攻撃力が上がった状態でね、戦っていけたらいいかなと思います。では、決戦です。まずは、全部隊ですね。施設付近まで前進しちゃいます。始めるぞ。ご命令ください。始めるぞ。ゲチュ、覚悟せよ。始めるぞ。ゲチュ。家康の本体は、覚悟しろ。ゲチュ、あまり前に出ずにという方針は変わらずですね。ご命令を。始めるぞ。さあ、敵部隊発見します。まあ、ここはどうだろう、敵の方がまた罠やら何やらたんまり張り巡らしているとは思いますので、それを力でもって突破していきましょう。始めるぞ。安政に先陣を任せてありますね。ご命令を。徳川四天王の一人、ゲチをお覚悟願います。家康も少しだけ前に出ます。ゲチを、みんな気を引き締めよ。おとり挑発使ってきたのか。ただ
こちらは部隊数も多く、かつ、まあ、数も多いので、一旦ね、敵の挑発に乗ったとしても問題はないかなと。敵の本陣が確認できましたので、こちらも本陣切り込みで対抗していきましょう。やりたい、前へ投げ払え。まさか混戦状態になりていますけどね、確実に敵部隊削っていっています。これほどと覚悟なき者、戦いが壊滅したか。一旦作詞使いましょう。このままでは我らが力示すは今。今は引くぞ。朝日の隊の壊滅。まさか、まあ、ただそれでもこちらが干渉できるかな今回は。このまま敵本陣を潰していきましょう。まあ、被害多少出ていますが、この程度の損害であれば西賀城の攻略まで進められるかな。では西賀城にこのまま突入戦仕掛けていきたいと思います。西賀を取れば優秀な武将と鉄砲が手に入るので、また一歩で本願寺攻略の目処が立とうというものですからね。皆の者続け。さあ敵の数少ないので力攻めで決着します。まあ、敵援軍ね、本願寺や三好屋から出てくる可能性もあるので、まあ、早期決着を目指そうという構えです。はい、西賀城落としました。まあだいぶ消耗戦になって国力の低下はしましたけどね、それ以上に優秀な武将と西賀を取れたというのが大きいと思います。確認しておきましょう。まずは統率89、90、90っていうね、もう圧倒的な力ですよね。まあその他にも優秀な戦闘向きの武将揃っているので、これで合戦で優位にね戦える局面というのが増えてくるんじゃないかなと思います。はい、では今回は一旦ここまでにさせていただいて、次回はですね、岸和田城を攻略して石山御坊に突入というのをしていきましょう。まあ、ちなみにですね、仮に石山御坊を陥落させたとしても、長島にも一向一揆残っているし、あとは北陸にもね、小山御坊、ここも一向一揆本願寺の勢力になっているので、まだまだ本願寺との戦いは続いていくと思います。